はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、高橋みつもです。はい、だいぶ久しぶりの動画になりますね。ということで、ちょっとですね、最近の主者の心境報告動画みたいな感じになります。なので、一応、これ今どうなってんのっていうことを、ちらっと解説したいと思います。ちなみにこれ 1.2.01 のバージョンの、やつです。1.2.01 です。ちょっと一応クリエイトモードとか入ってるんですが、これ、このちょっとファイルで撮影するの、急遽だと見ててください。で、近況報告ですが、最近ですね、糖尿病になりましたよっていうのを前回の動画でお話しさせて、1ヶ月2ヶ月経ってます。すいません。報告が遅れた理由はですね、これ、どこまで、糖尿病のあれが行くか分かんなかったっていうのがあるので、ちょっと動画にはしてませんでしたが、ちょっとつい最近ですね、先月から採血して、それの結果が今月出て、下がってはいます。ただし、ちょっとだけ下がってます。その糖尿のやつが、9.9 だったのが 9.3 には下がってますが、まだ、本格的な回復はしてないんですね。今これ、収録してるのが、12月7日なんですけど、これ動画で言うと、単純に言うと、眠れてないんですよ。なんで不眠症近くなってんで、ちょっとそういうのもあるんで、ちょっとあれなんですけど、一応そういう感じで、直してる最中です。糖尿のやつは下がってるので、まだマシな方だと思ってます。というようなことで、で、なるべくですけど、来年復帰目指して今頑張っている最中ですが、もしかすると上がったり下がったりすればちょっとわからないです。もうちょっとあれ、すれば入院するかもしれないし、はっきりわかんないです、まだ。この収録でも何とも言えません。なので、来年1月の採血結果によってはちょっと変わります。っていうことで、ちょっとこの動画的に締めますが、次回いつ投稿なるかわからないので、一年中投稿しますよって前回じゃない、今年の1月に言ってますが、だいぶ不定期になっていってるので、一応一回不定期とさせていただきます。ということで、動画を締めさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよならー。